PSG とバイエルンが敗れた CL 準決勝ベスト11がまさかのこうなる。ほぼほぼ真っ黄色なの草、ケイン・オルヤン、腕大活躍のホセル・オランのなぜ、なんかマンユーの選手混ざってる、ポストに合計6回直撃させた PSG からビティーナだけなんやな。12年連続からの12年ぶりの無冠達成したバイエルンから帝王選ばれてるのなんか面白いな。ここまでドルトムントなのなんか納得できないかも。GK はボンミスしちゃったけどノイアーじゃないか。マドリーからクロースとギニだけなの謎すぎるな。攻撃陣は絶妙なバランスで選出されてんのに、問題は DF よ。お情けでケイン選出されたとしか思えない。やっぱここにホセル・オランの